シャックさんはここ？ここでいい？はい、いいですよ。あ、オッケーオッケー。覗いてんじゃねえよ。じゃここにもドア1枚いるな、ここ、この廊下。なんでですか、なんでですか。いやいや、そこら辺は共有スペースでしょ。いやいや、ちょペコさん、あの、言うとくけどな、はい、あの3人の共有スペースはここまでやからな。え、じゃあこっからもう俺とシャックさんしかだって使い道ないから。え、でも廊下ですよね、ここ。いやいや、でもだって使わんやろ、だってここじゃん。こっち使う機会ないやろ。いや、なんか用事とかあるじゃないですか、話しに行く。あ、いや、それはあと登録者800人ぐらい集めて4桁行ってもらわんと。徐々に近づいて。怖えよお前。怖え。はい、待ちた。いや、ここにちょっとドアいるな。ちょっと待ってください。看板ついてるんですけど。え、こんな部屋に。あ、ほんまや。俺の上に看板。え？怖い。ちょっと。誰こんなとこ住むやつ。いるんかな。あ、似合う似合う、ペコさん似合う、すごい似合ってる。豚小屋すげえ似合ってる。よかったやん。ほら。肉あげるわ。差し入れ食べて食べて。いいんですか、うん、声をもらって。うん、美味しいやろ。あ、もう美味しそう。美味しそうやわ。ほら喜んどるもん、なんか。いや、なんかあの、うん、なんか体の調子がなんか、え、良い？おかわりいる？おかわり。なんかおかしいんですけど。調子悪い。だるいん。はい。ほんま？おかしいな。腐肉って書いてあるんやけどな。いいはずなのに。あれ？ちょっと待って。え？なんでここにフェンス？え？もう共用部分なんで、私としゃ、あの、師匠の。そう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 。あの。じゃ、あと5800人増やしてから来たよ、こっち。うん、通りたい。ここの壁でかいわ。しょうがねえな、しゃなしやで。いいよ、お邪魔します。窓ついてる。それガチやん、それ。明るいな、こっち。せやろ。ジャクさん。ジャクさん、何かぶってるんすか、それ。革の帽子を拾ったんでかぶってます。似合わないね、これ。いや、似合う似合う似合う。ファッションセンスのかけらもないですね、これ。いや、やっぱシャックさんがやったんちゃう、それ。僕のでしたかね。うん、いや、俺のっす。愛用しますわ、シャックさん。さあ、作業を続けましょう。俺の。はい。シャックさん、それ。俺がかぶってたやつですよ。されごとが聞こえるな。されごと。多分、2、3本は出せるそうな気はするけどな。マジっすか。うん、ところどころ結構ちょけたから大丈夫だと思う。あ、いや、もう分かんないですよ、もう動画的に何をやればいい。いや、みんな、うわー、死ぬ。あぶね、やばい、これ鬼門だぜ、これ家帰るの鬼門すぎるわ。いや、みんなそれぞれ普通にやってもらったらいいよ。俺が適当にしていくから。うん、その方がいいんでしょうね。うん。よし。一旦塞いでたんで、寝ましょうか。せやな。
甘やかしたりが。よし。はっ。はっ。おー。なになになに。甘えすぎっすよ、マイクラに。いや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 。危ないからね。うん、豚が寝てる。寝とけ。なんか私ジェイソンかなんかが部屋にいるみたいな感じなんです。剣持って前に立たれてるんですけど。何何朝なの？え？あ、もう朝来るじゃん。朝、わ、すげえ。朝日。朝。釈さん。ご来光です。窓見て。すげえ。朝日見える。すごい、すごい綺麗。すっごい綺麗。やっべ。うわ、これ見れないとかわいそうだな。かわいそうですね。うん。かわいそうですね。特権やな、俺たちのこれは。うん。すっげえ朝日綺麗。うわ、ちょうど窓から見えるな。そうですね、毎朝見れるってことですね、うん、これうわぁ勝ち組やん。ちゃった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 、おいおいおい、綺麗。おかしいやろこれ、おかしいやろ。おいシャックが作った部屋は壊してくるとの、うわぁないわ。じゃあし俺がしこるときバレるやん、こんな丸見え丸見えやん。